感じなんですね。この生産機で会議やってたんですね。タイムズなんでクリップとかも使えるし、なんか新しいことになってます。どうも近くに学校みたいなのかね、総合学院みたいなのがあるみたいな、その兼ね合いでどうも学生さんが多いみたいですね。そっからめちゃくちゃ見かけますもんね。で、500円やったらいいですね。ちょっと離れてたっけ、久しぶりに持つな、これ。よいしょ。あ、でもやっぱし、手ぶれ補正や、スマホよりだいぶいいな。まあ、スマホもスタビライザー使えばいいんだろうけど。結局、ね、いいやつのスタビライザー使ったら、そりゃ、全然、抑えれますけど、なんならこのカメラよりもでかくなっちゃいますからね。じゃあ、本末転倒ですからね。さあ。これか。中高校があるんだ。それで、学生さんが多いわけだ。箱子ども学園かな。もうすぐ駅前だもんね。そんなに早くないな。それ、気になるけど。まだ飲み物があるしな。よし。もう駅前も。こっちもあるのか。もうてっきりや。いや、大阪やな。確かにちょっと距離はあるのか。皆さんだったら結局帰り大時から歩くかもしれんしね。わからんな。そう、ここら辺何回も走っとるから、なんかうまいこと使って。あ、このところに土屋さん。お弁当屋さんも。で、ここから、で、来ると、急に24時間1000円になるんや。倍やもんね。よし。来まして1000円は、これ、まあまあいい値段やね。大鳥とあんま変わらなかったね。それで、ハゴドも。こっちが南海のハゴドモ駅で、もうほんとすぐ横なんやね。ここ?あ、もうここが東ハゴドモ駅だよ。もう、ほぼ一緒の駅なんやね。これか?この真上があれなんや。多分本当は、多分関空に行くんやったら、どこにあるの?どこだ?ここか。こんな感じで。関空まで800周辺でした。もう、和歌山市まで99周辺。よいしょ。もう、一応、いいか。そうするとこれ、まあ、関空、また、あれ使っても来ますからね。おう。ちょうど電車来たんか。ありがとうございます。
ありがとうございます。もう折り返しく出てくるのかな。こんな感じなんだ。どうせ。ああ、先生。で、ここが端っこか。よし。ターミナル。いや、久しぶりだな。いいね。なんか面白いですね。この、ターミナル先に電車が入ってくるのが遅くね。あ、もう出るんだ。早いね。2体験あってもいいよ。